でまあ代々が終わったらすぐやります。はい。でまあ退院は明日から明後日。はい。だから明日の決断様子見てまた出ますね。はい。で実際の血液検査の結果ね、ちょっとこれはまあここまでが肝臓ですね。はい。とまあほとんど正常なんですけど、ALP が若干高いと。ただこれもね大丈夫です。若い子は高めで言えるから。はい。それからリパーゼ、これは膵臓です。膵炎がテスト、正常ですね。それから腎臓、腎機能、尿素値、クリアチン、ともに正常だけど、まあちょっとね、クリアチンがね、まあ一応正常だからいいんだけど、かなり低めですよね。痩せてるせいもあるかもしれない。脂質代謝、コレステロールと中性脂肪、正常です。だから電解質のバランスを見ると、正常ですね。カルシウムも OK です。リン、4.5、正常範囲ですね。血糖値もいいと。白血球もいいと。赤血球も OK。ヘモグロビンが気持ち高いけど、どうも送金しなくていいです。で、まず、これちょっと飛ばして、血小板。まあ、炎症があると出血して結構増えますけど、正常範囲。T4。これ、甲状腺ホルモン。こう書いてありますけどね。正常範囲ですね。フラリアの検査も一緒にしちゃいました。はい。はい、マイナスですね。はい。それからシスタチン C、これは腎臓の機能を見ます。正常です。CRP、炎症マーカーですね。正常です。ローカルビュー、まあ、過去2週間の血糖値の平均、正常範囲。それから胆汁酸、ちょっとあまりにも痩せてたから、これだけちょっと追加したんですよ。肝臓の詳しい検査なんですけど、絶食時で 5以下なら正常なんで、だからまあ正常。あんまり痩せて、ちっちゃくて若くて痩せてる子ってさ、もともと肝臓が弱い子と言うんだけど、まあ一応正常範囲ですね、これですね。それからあとはおしっこですね。おしっこのタンパクは、いくら話したかな、 0.2 までが正常で、まあ一応正常範囲 0.13 だけど、本当に正常の子ね 0.04 とか 0.03 とかね、はい、もう一個この1がつかないから、まあ一応正常だけど、まあそういうことですね。要は何が正常かって言うと、シコにタンパクも出てないよと。はい。はい、じゃあこれをお渡しします、はい。じゃあですね、一応手術が終わってちょっと麻酔が冷めかけてきたところでオーブンに電話する。はい、直接。はい。でまあ明日は一回病院の方に連絡してください。こっちへ電話入れよ。そう、電話入れよ。はい、夕方に。はい、わ、はい、かりました。はい、じゃあ終わります。って帰ってたそうですね、それはちょっと着ないんです。はい。じゃあ手数理学ね、届いてくださいね。お願いします。